大阪ソーダがこれまで培ってきた独自のコア技術は7つ。有機合成、無機合成、ポリマー合成、電気化学、電極、ナノ、バイオ。これら独自技術の融合により、モビリティ、情報通信、環境エネルギー、健康ヘルスケアの成長分野に向け、大阪ソーダの強みを生かした特徴的な素材開発を推進、高いシェアを獲得できる新製品の創出を目指しています。モビリティ分野ではケース、マース、ソサエティ 5.0 がもたらす新たなモビリティ社会への寄与を目指し、独自の有機合成、ポリマー合成の技術を用いて脱炭素化に貢献する新規のゴム素材やタイヤ用回出材の開発に注力しています。情報通信分野では、ナノ技術を活用して次世代パワー半導体向け接合材に使われる金属ナノ粒子や航空宇宙材料、電子素子、半導体メモリ、センサー材料など幅広い用途で期待される導電性の高い炭素カーボンナノチューブなどの新製品開発を進めています。環境・エネルギー分野では、有機合成、ポリマー合成、電気化学を駆使し、高イオン導電性材料をベースに全固体電池をはじめとするリチウムイオンバッテリーの高容量化、長寿命化、安全性向上に寄与する材料の開発を推進しています。健康・ヘルスケア分野では、無機合成の技術を用いて医薬品生成材料の開発を行っています。また有機合成とバイオの技術を組み合わせて医薬品原薬、中間体の製造も行っており、近年注目されているバイオ医薬分野への展開も加速させています。また発酵・酵素技術を応用し、化粧品や機能性食品向けに植物性乳酸菌 OS1010 などのアンチエイジング素材開発に注力、 QOL の向上に役立つ製品の開発にも力を入れています。独創的なものづくりの DNA を受け継ぐ大阪ソーダの研究開発、新たな製品の早期事業化を日々推進しています。次の100年を見据えた変革はすでに始まっています。私たち大阪ソーダグループは、独創的な技術と製品により、安心で豊かな社会の実現に貢献するという企業理念のもとに、活力と革新力のある企業グループを目指し、勇気と熱意、想像力と行動力を結集した科学の力で、変革の先に新たな未来を築いていきます。